皆さんこんにちは。今日はですね、歩くとふくらはぎだったりとか太ももの裏がすごく突っ張ってしまう、ストレッチやマッサージしてるけどもなかなか変わらない、これは力が弱いと言われて筋トレ頑張るけどもそれでも変わらない、そういったお悩みの方に今日は違った練習をやってみてですね、変化が出る可能性があるので今日の動画最後まで見てください。はい、それではですね、今から説明していきたいと思います。ふくらはぎや太ももの裏の突っ張り、歩くと出るよという方多いと思うんですけども、歩く前から実は出ている可能性もあります。そこで一つチェックをしてみてください。麻痺側の足を前に出して体重を乗せた時どうでしょう。この時にすごく突っ張りが出ていないでしょうか。この時突っ張りが出ている方は歩く練習ではなくて歩く前の状態、しっかりチェックして変えていく必要があります。ではこうやって体重を乗せて突っ張る、しかもちょっと不安定だよと、ちょっとグラグラするよという方は今から行う練習を試してみてください。足がグラグラする、実は足が原因ではなくてこの上半身が揺れることで足が揺れてしまって、すごく足に力が入ってしまうことで突っ張りが出ていることがあります。なのでやっていただきたい練習は座って体のバランスをチェックしましょう。では椅子に腰掛けてやっていただくのは、まず座った状態、まっすぐ座って左右に体重移動してみてください。そうすると麻痺側のお尻、体重乗せると不安定だったりとか骨張ってる感じ、ゴリッとした感じが出てる、そんな感じないでしょうか。それに比べていい方はお尻全体で広く受けている、ここに差があるわけです。ということは麻痺側に乗せた時お尻がグラグラしたりとか骨張ってるということは、立って体重を乗せる時もこの辺りがグラグラしている可能性があるんです。では座りながらその辺りを練習していきましょう。やっていただく練習は座って猫背で一回座ってみてください。だらんともたれて座ると骨張ってたところがですね、お肉を感じれると思います。骨ではなくてお肉に体重が乗る感覚があると思います。じゃあお肉チェックできたらですね、猫背のままで構いません。左右に体重移動して、あ、お肉で支える感じあるよというのを確認しましょう。左の麻痺側のお尻、お肉あるなというのを確認したままゆっくり起こしていきます。この時におそらく骨張ってた感じがある方は、体を起こしていく時にいい方側にちょっと傾いていたりとか、いい方側の骨盤だけが早く起きてきて麻痺側が動いてなかったりしている可能性がありますので、体をゆっくり起こす時には麻痺側のお尻にしっかり体重を乗せて、麻痺側のお尻からゆっくり起こしてくるのを意識してください。そうすることで麻痺側にしっかり乗せてお尻周り感じることができると、この後さっきやっていただいた立って体重を乗せた時にグラグラ感が減ってたりとか突っ張り感が減っていたら大成功。歩く練習で頑張るのではなくて、その手前の支え方、支えている時にグラグラする方は座り方、順番にチェックしていくことで歩行につながっていくので、まず座り方チェックしてみてください。リハビリを頑張りたいけど体の変化が実感できない人に向けた朗報です。変化が実感しやすい自主練が自宅でできる一人でリハを今なら無料で体験できます。詳しくは概要欄をご覧ください。頑張っても成果が出ないのは頑張り方を間違っているから、正しいリハビリで成果を実感しませんか？